公共曲補担長、ゲール風、作品32は、エイミー・ビーチが1894年に作曲した公共曲本作は、アメリカ合衆国の女性作曲家が作曲し、出版された初めての公共曲である。1896年10月30日金曜日に、ボストンで初演され、大衆と報道人の喝采を博した。ビーチは、 この大規模な還元楽作品の着想を簡素なイングランド、アイルランド、スコットランドの戦律から得ており、そのため作品にゲール風という副題を付した。ビーチが公共曲の作曲に着手したのは1894年の11月であった。後年、彼女はエスキモをネイティブアメリカンの主題もより広く受け入れていくが、初期作品においては、 ヨーロッパの影響下にある歌曲を取り入れることを選択した。そうした楽曲の一つに、ダークイズ・ザ・ナイトと題した、ケルト風の歌曲があるが、それは、イングランドの詩人ウィリアム・アーネスト・ヘンリーの詩に曲を付けたものである。本作には、その自作の歌曲、ダークイズ・ザ・ナイト作品11から1の旋律が引用されている。ビーチは、同時代の作曲家であったアントニン・ド・ボルザークから、 多大な影響を受けている。当然、彼女は自身の公共曲を作曲するにあたりドボルザークの作品並びに宣伝されていた彼のアメリカ音楽に対する哲学を注意を払っている。ドボルザークはチェコの生まれであるが、1892年から1895年の大半をニューヨークナショナル音楽院の学長としてアメリカで過ごしている。 彼はとりわけ公共曲第9番、新世界よりと弦楽史重奏曲第12番、アメリカにより19世紀終盤のアメリカの芸術音楽を代表する存在であった。ネイティブアメリカンやアフリカンアメリカンの音楽から取ったコイン音階とヨーロッパロマン派のスラブ部曲を紡ぎ合わせたドボレザークは人種のルツボ、アメリカにしかない音楽を作り上げたのである。ビーチは、 ネイティブの要素を容易には取り込めなかった。ドボルザークの新世界よりの由来について聞いた彼女はすぐに本心よりこを返した。我々北方の人間は文芸と共に先祖から付け継いだ古きイングランド、ストットランド、もしくはアイルランドの歌曲にずっと影響を受けやすいのが当然でしょう。公共曲が初演された際、ビーチはわずか30歳で、 自らの作曲様式を作り上げる苦闘の中にいた。対照的に、後年の彼女は成熟性と、ネイティブアメリカン、中でもイヌイット、そしてアフリカンアメリカンの歌曲を、自らの音楽へ溶け込ませる寛容さを身につけた。曲は1897年に、シュミットから出版され、カペルマイスター、エミール・パウアシへと検定されている。約40分。フルートに、大ボエに、 クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバー、ティンパに、打楽器、弦5部、ソナタ形式。弦楽器のトレモロに開始すると、ダークイズ・ザ・ナイトからの引用が聞こえてくる。フレイ1やがてホルンが主題を提示する。フレイに大きな盛り上がりに続いて経過的な主題が現れ、その後は、フレイ1がそうされる中で沈まって、 オコピュートランク色となると、クラリネットにより、フレー3が出される。フレー3定示部の終わりには、木管楽器が民族調の旋律を奏でる。フレー4展開部では、フレー2を中心的に扱いつつ、フレー3も取り入れて展開が行われる。全球子の後に、クラリネットのソロが入り、再現部へと至る。フレー2が補短調で再現され、フレー3が補長調で後に続く。 フレイ4により、保長長から保短長へと推移し、コーダへ至る。コーダは、フレイ1、2、3を用いて、劇的に進行し、途中に2拍子を経由して一気に楽章を集結へと導く。4小節の導入に続き、大募えが、フレイ五の旋律を奏でる。フレイ五アレグロビバーチェに4拍子に転じ、フレイ五を急速に変装した、フレイ6が現れる。 フレー6そのまま、フレー5、6に基づく展開が続き、全休止に至ると、最初のテンポに戻って、コーラングレが、変に蝶々で、フレー5を再現する。続いて、オーボエが、ヘ蝶々で、改めてフレー5を奏し、弦楽器も入りクライマックスを形成する。その後、静まるが、最後に再びに、4拍子に転じて、軽妙に楽章を、閉じる。助走に続いて、 バイオリン独奏によるレチタティーボが奏でられる。静まって、チェロの独奏によって主題が奏でられる。続いて、オーボイが出す旋律がバイオリンへ歌い継がれて、大きく盛り上がる。フレー8ピューモッソとなって、フレー7が展開されるが、元のテンポに戻り木管楽器によって、フレー7が奏でられる。続いて、弦楽器が、フレー8の再現を行う。 アジタートのバイオリンの独創が挿入されると、補聴調へ転じ、新しい主題が出される。フレー級フレー級が展開されて、ホルティッシッシモに到達し、急速に沈まると、バスクラリネットにフレー7が現れる。フレー級が改装された後に、バイオリンの独創に導かれて静かな終わりを迎える。強そうのトゥッティに開始し、弦楽器の伴奏音系が確立されると、 木管楽器が主題を提示する。フレーューフレージューを元にした水エピソード等を用いて精力的に進行し、テンポを落とすと、ビオラから流麗な主題が提示される。フレイジュー11フレイジュー1チの提示は簡潔に終わり、元のテンポに戻って、フレージューと1チを存分に使った展開が繰り広げられる。やがて楽章冒頭の弦の伴奏音形が現れ、 フレイ10の再現が始まる。続いて、推移を省略して、フレイ11が再現される。コーダとなって、両手題を用いて、活発に進行し、フレイ11が堂々と奏されて、頂点を迎えると輝かしい気分のまま全曲に幕が下ろされる。本作は、好評を博した。音楽評論家のフィリップ・ヘールは、外して作品に熱狂したものの、 ビーチのオーケストレーションは時に過度に重たく感じたという。作曲家のジョージ・ホワイト・フィールド・チャドウィックはビーチに手紙をしたため、主導的作曲家からなる非公式の第二次、ニューイングランド学派の仲間であるホレーショ・パーカーと本作を聞いて気に入った胸を伝えてこう綴った。我々の仲間の誰かの優れた作品を耳にしたとき、私はいつも誇りによる身震いを感じるのですが、 あなたもその仲間に加わらなくてはならなくなるでしょう。望むと望まざるとにかかわらず引く男たちの一人として、その後まもなく、ビーチ自身も以降、ボストン六人組と呼ばれる学派の一人とみなされるようになった。本作は1920年代に忘れられるものの、1930年代と1940年代に復活を遂げ、それぞれの時期に複数回取り上げられたが、 ニューヨークフィルハーモニックやボストン公共楽団のような主要還元楽団による演奏ではなかった。現代の批評家も引き続きこの公共曲に高い評価を与えており、グラム本誌のアンドリュー・アチェンマッハは2003年に本作の大きな心、講師がたい魅力、自信に満ちた信仰を称賛している。ありがとうございます。